クリッパーは、ドイツ出身のスラッシュメタルバインド。女性デスボイスボーカリストを用した、モダンなスラッシュメタルサウンドを展開している。ニーダーザク先週州南部ヒルデスハイムで活動していた、クリスチャン・ブレーヘンホルストとジョナサン・ステンガーが2005年、州都ハノーファーで、女性ボーカリストブリッタ・ゲルツラと結成。2006年、自主制作の EP、キラー・エスコートサービスを発表。 2007年、自主制作のファーストアルバム、フリーク・インサイドでデビュー。その後、セール・レコーズと契約し、翌年に配給開始。2009年、セカンドアルバム、デビル・リビールズをリリース。以降、スラッシュメタルバンド、オーバー・キルラ有名バンドのツアーに帯同したり、バッケン・オープンエアなどの大型フェス出演で知名度を上げる。2012年、サードアルバム、 アンタゴニストをリリース。2014年、HR、HMK、レーベル、メタルブレードレコーズと契約し、ホースアルバム、ハイエナをリリース。2017年、フィフスアルバム、ホローメ、キル、をリリース。2018年2月、同年中での解散を発表。解散の原因として、バンド活動において眠れないような状態で、消耗しきってしまったことを挙げている。 ありがとうございます。